とかもするな。ねえ、うん、いい音するでしょ。うん、うん、いいね。うん、結構はみ出さなければ大丈夫。生地の厚み均等になった？うん、手前の方は厚いように感じるけど。パン作りしたくなるでしょ。じゃあなんでやってるの。なんでやりたいって言ったの。初のパン作りがベーコン焼きってちょっとすごい。うん。なんで叩くの？叩くの？叩かなくていいよ。あの、取れる？スッと。はい、下にした、ちゃんと。はい。また作りたくなった？何？作るより食べる方が好き？そうだね。生地があればって感じが。やっぱ上手ね。これ下手とかない？やっぱりあなたそういうセンスはあるんだと思う。どんどん太くなってってるのが気になるけど、本数減るから、ピノ、稲穂の数が減る。エピって稲穂なんだよ。何稲穂って？あれお米の稲穂みたいな形じゃん。エピって、うん、そういうの？そうそう。最後もずらしな、こっちも、これも。そう、とんがってるとこツンツンってやって丸くしたらもう刺さんないってことだよね。どうかな、ちょっと一個試しにやってみ、うん、どれか端っこのやつ。でもママのやつ刺さんないでしょ、そもそも。うん、生地そんな硬くないもんね。うん、硬くしてないもん、ピンと食べやすいようにしてるから。薄くなっただけじゃないそれ。このツンがやばいじゃん。ああそっか、このツンがどうだろう。リンとサナはあるけどね。うん、どう、うん、
美味しいけど、うん、やっぱりブラックペッパーもかければよかったな。あーそっか、マリンと用だ。どうですか自分で成形したパンは。うん、うん、美味しい、うん、じゃあまた作ろうね、まあ、気分が向けるいい音するでしょ。うん、いいよ。